どうも、義前生活の回し者です。アニメ第9話は濃厚な1話ですが、演出の都合上分かりにくいところが多くてカットされる部分も結構あったので、今回は原作を読んでない人のためにそういうところを解説していきたいと思います。まず前回でバイトのシフトの話があったんですが、それは無事に交換してもらいました。前の動画にも話したけど、バイト先の店長はユータとサキが兄弟であることを知っている。アニメではカットされたけど、誘った本人ダラサカマーヤは実は24日まで海外旅行していました。それが2人がお願いした時に使った言い訳ですが、サキがユータにダラサカの連絡先を教えなかった言い訳でもあった。知らないうちに結構言い訳にされている奈良坂です。そして奈良坂が夏休み中旅行していたことは実はとある事象につながっています。アニメではそれが演出されず、ここで話すのもネタバレになるので控えますが、そのことに関しては一応この動画シリーズではすでに話しています。見返すと気づくこともあるかもしれません。当日駅で集合して電車とバスでウォーターパークに向かう奈良坂一行、合計10人で男女半々の構成です。全員が制服を着ていることに皆さんはお気づきでしょうか。制服を着用するのは奈良坂の指示です。それは親の指導が厳しくて簡単に遊びに行けない子がいるから、制服を着ていれば学校の行事だと称して出かけられると。そしてその人が浮いてしまわないように全員に制服の着用を求めた。まあその中にユータの推測も入ったけど、奈良坂の気遣いのうまさが垣間見えますね。奈良坂はそれ以外にも当日の予定表と注意事項を小学校の遠足のしおりのように細かく書いてみんなに送りました。一見適当ですが、実は細かいところにことごとく注意を払ってみんなが一番楽しめるようにすごく工夫して計画を立てたんですよ。そしてその慎重な計画を意識したのはユータ以外誰もいない。さっきですらユータが奈良坂と連絡先を交換するときにその話を聞いて気づかされて、そこでまたユータに感心した。そして奈良坂の方もその話を聞いてちょっと嬉しいと照れていた。ユータが見とれたさっきの水着、それはプールに行く前日バイト上がりに購入したものです。ユータも水着がなかったから2人は一緒にデパートに行ったけど、当然ドキドキな着替えイベントなど一切なく2人は別行動してました。ただジロジロ見るとマヤちゃんに目玉潰されちゃうので、ほどほどにね。にしても奈良坂の水着は露出度が高い割にこの色気のなさは何だろう。ここでちょっと巻き戻してさっきのモノローグの話をしましょう。ここまで来てもう自分の恋愛感情から逃げようがない先、そのベタボレ具合の破壊力強いね。彼女がユータに惹かれた理由はすでに十分にありますが、今回彼女が注目しているのはユータのコミュニケーション能力です。先ほど話した書店の店長にシフトの交代をお願いすることはまさにその一例です。先の場合は交渉のやり方がわからないどころか、そもそもシフトを交代する発想すらわからなかったでしょう。別にユータが奈良坂のように社交に長けているわけではなく、むしろサキと同じく気持ち的には苦手なんだけど、彼は周りに溶け込むスキルを持っている。自分と性質が近いのに自分が一番欠けている柔軟性とコミュニケーション能力。プールの日にも少し浮いているサキに比べてユータはほぼ初対面の人たちと無難にコミュニケーションをとって、そのおかげでサキも楽しくプールを満喫できました。それこそがサキが憧れる理由かもしれません。そして今まで他人と距離を取るサキがユータのそういうところを好ましく思うのは相当ユータに影響されている証ですね。なおサキがかっこよかったと評価した行動は階層に移ったミニゲームの中で流れていくビート版のエリア内に戻すことです。いわゆる裏側で目立たない、ゲームの楽しい部分ではないけど、そうしないとゲームが成立しないから、彼はごく自然にその行動をとって、そして先にしっかりと認識されました。先のことが好きだと意識した瞬間、両手を組んで伸びをする絵面が美しすぎるのもあるけど、それはユータにとっても今まで重ね上げたものの集大成です。
それはアニメの演出だとより分かりやすくなりますね。そして読売先輩と一緒に映画を見に行くあの夜があったからこそ、サケとの帰り道で彼が自分の気持ちを確かめることができました。ただ美人と一緒に歩いているなら、読売先輩も十分美人だけど、ユータは今自分の感情があの時とは全く違うと感じている。それでサケの恋愛感情が芽生えてしまったことに確信を持つことになります。そして告白の念頭も確実に彼の頭によぎった。サケの信頼を壊したくない、困らせたくない思いも確かにあるけど、今までのやり取りでユータもなんとなくサケが自分に対して心よく思ってくれているように感じている。まあ実際ベタ惚れだから、ユータが想像するより何倍も好意を抱いているから間違ってはいない。たとえサケに拒絶されるリスクがあったとしても、これも一種のすり合わせであって、彼はあの場で確実に告白する意思がありました。そこで原作者が書き忘れた花火、読売先輩の時と全く同じ状況なので、ある意味フェアですね。そしてそこからサケが発した一言、ユータのことを兄さんと呼ぶことで、自分の感情にもユータの感情にも蓋を閉じてしまったサケ。その背景には二人の元の家庭の事情があります。サケには父親、ユータには母親のことがあって、それぞれ異性、そして何より恋愛感情に苦手意識を持っている。ユータ側からするともはや苦手にはとどまらず嫌悪感まで持っている。離婚の後の太一とアキコも同じような苦手意識がありました。そして今の家族環境、一人親として苦労していた両親が今幸せそうに過ごしているところを見ると、ユータもサキもその幸せを壊すことを恐れている。子供たちがお互いに恋愛感情を抱いてしまったことによって、せっかく手に入れた新しい家族にまた日々が入ってしまうのではないかと。まあそれは多分思い込みで、本作において両親がこういう状況を考慮しなかったのはとても考えられないけど、どうなるのかはわからない。そして一旦言い出すともう取り返せない、その恐怖心が二人を縛っている。ユータより早く恋愛感情に目覚めたサキにとって本当に怖いのは自分の気持ちではない。それはすでに受け入れて隠し通すことに決めたし、なんならバレてもユータにその気がなければまだいいですよ。サキが一番怖いのはユータも実は彼女に好意を抱いて、そして一歩踏み出すことです。彼女は絶対それを断れず、とことん甘えてしまいます。読売先輩に関して応援すると言い出したのもそういう側面があるわけです。その時点でサキはすでにユータの視線に恋愛感情が含まれていることに気づいている。他人の考えがわからない割にはサキは実はかなり空気に敏感です。ずっとユータから目が離せないからなおさらですね。とはいえ彼女はそれに対して全く自信がなく、多分自分の自意識過剰、多分自分の心の鏡なだけで、ユータがそんなことをするわけがないと自分に言い聞かせながら、その可能性はどうしても払拭できない。そして彼女が取った行動は兄さんという言葉を言い出したんですね。髪を切るのも自分の女性らしさを取り除いて少しでも関係が壊れる可能性を排除するためです。さっきの回想の中で子供の頃のユータと一緒に海に遊びに行く幻想があったけど、それは当然本当にあった出来事ではない。だからそれはさっきの願望が反映されているわけです。二人が本当の兄弟だったらよかったのにな、と。そうすると彼女は今の気持ちに苦しまずに済む。本当の妹として今の家族生活の中で幸せにいられます。兄さんという言葉はさっきの自分自身への言い聞かせだけではなく、ある意味ユータに防衛線を張っているとも捉えられます。少なくともユータはそう思っている。さっきからの信頼、そしてアキコからの信頼を裏切るわけにはいかないと。アニメでは見せなかったけど、サキがユータのことを兄さんと呼んだ時、タイチとアキコは大喜びでした。ずっと距離を保っている年頃の息子と娘が本当の家族として前進していると。その反応がユータをさらに足踏みさせている。皮肉な話、最初すり合わせすることを決まった二人は今本心の開示することを避けて開示せずに済むことにホッとしている。サケは日記を通して自分の気持ちを振り返って、素直に書いて
向き合ってしまった結果、それが自分の気持ちに気づいたきっかけになっている。日記を捨てようとしたのは、ユータに読まれるわけにはいかない理由もあるし、その日記が彼女の気持ちそのものを象徴しているとも言えます。日記を書くのを諦めることは、もうこの気持ちに向き合わない、恋愛感情から逃げると言っても過言ではないですね。にもかかわらず、結局鍵を川に投げることができず、水槽の中に放り込んだのは、やはりその気持ちを捨てきれないというアニメオリジナルの演出ですね。義務生活公式チャンネルの動画に出た設定として、サキが日記を書き始めたのは、新しい家族がひどい人間だった場合に備えての証拠という側面もありました。皮肉にも、信頼することが恋愛感情を捨てることに直接につながるのは、ユータもサキも同じですね。この義務生活に、もう日記はいらないというセリフを言うとき、中島さんの泣きそうな声は本当に見事なものでした。というわけで、義務生活アニメ第9話の解説動画でした。このシリーズの中で一番長い動画になったのは、それだけ今回の内容が濃厚だったんですね。ようやく義務生活の本番が始まって、第10話、縁と未練からはもう苦しい苦しい内容は延々と続きますので、皆さんが苦しくもがく姿がお楽しみです。第10話が放送されるまでには、原作ネタバレありきの第7話から第9話までの感想動画も投稿するので、ネタバレが気にしない方はぜひそちらもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。